はい。皆さん、こんばんは。昨年の仲間人の宿主でございます。よし。ね、あの、あれや、さっきね、セントラルを生で見ていて、終わってからもうすぐこっちに来たの。コメントできないのが惜しいよ、本当に。ねでもやっぱりさ、まだツイッターは開いておりません。はい。で、やっぱり、これも撮るっちゃねえということで、まあ、事後は事後でも撮るっちゃねえということで。では、早速、再生しまーす。さあ、7分です。はい。ここ30年間、ソニックはいろんなことをやってきました。高速な 2D 横スクロールアクションのパイオニアであるのはもちろんとパしイオて、ニアでオすリンピックの選手になったり、ね。カートレーシング愛好家だったり、アイ格コン闘か。家になったり、テテレビスターレになったり、そビしスター。てハリウッドの映画スターにまでなりましたね。映画オーにプまンでワ進ールド出のようしなちゃ舞っ台でて。冒険することはこれまでありませんでしたが、それもソニックフロンティアで変わろうとしています。 IGN は幸運にも本作をプレイする機会に恵まれたのですが、あなたがもしもソニックのオープンな舞台への挑戦を不安視していたとすれば、まずは安心してください。ちゃんとユニークな体験に仕上がっていますよ。ほほほ。わあ、このアニメーションいいわね。ソニックフロンティアをプレイし始めて、まず印象的だったのは静かでどことなく物悲しい雰囲気です。テイルスやまあエミ確と一かに。緒にワームホールの中へ飛んでいったソニックは仲間とは？はぐれてしまい、あら。今までいた世界とは違う島にたった一人で残されていあまら、す。マジかそよ。こで AI の声が聞こえてきて、AI カオのスエ声。メラルドを集めるように言われます。あ、会話をはい。するアイテムをイメージ、これプラはス結末フォークのスーエパーネソルニッギークな来音ま楽す？が聞こえてくるわけでもない。開けたフィールドが遥か彼方まで続いているだけです。ミステリアスな空気が漂っており、探索しながら適度に聞こえてくるピアノによるメロディーがその雰囲気を強調してくれます。しか言えねえ。神ですわもちね。ろんこれは全て意図的な演出になります。ソニックチームの飯塚隆さんは IGN とのインタビューで次のように述べています。過去のソニックシリーズもその作品のストーリーやテーマに合わせていろんなトーンのタイトルがあったと思いますが、今回はミステリアスな島というところが舞台なんです。なのでミステリアスな雰囲気を演出するためのグラフィックスをアーティストが心がけています。ねえ、だからもこちんなろんリアソルニック調フなんロだンティね。アの最も大きな変化は、ステージ型を中心に構成された過去作と違って自由に冒険できる広大なフィールドが採用されている点やっでぱオーす。プンワールドソなんニッですクチーね。ムは本作をオープンワールドではなくオープンゾーンと呼んでいます。もうなゼぜルやダんといっの？たトリプル A のオープンワールトドリプはル A。RPG とかアドベンチャーで味付けしていると思いますが、ソニックフロンティアの場合は 3D アクションゲームがコアであって、オープンな世界に対するアプローチが違うと思いますなるほど。と飯塚さんは説明していましたが、ソニックフロンティアを4時間ほどプレイした私は彼の不安としていることがよく分かりました。確かにソニックフロンティアのオープンゾーンは、私がこれまでにプレイしてきたどのオープンワールドとも違い、巨大な遊び場のようなフィールドです。オープンゾーンはソニックの代表的な遊びで彩られ、スプリングやグラインドレールにダッシュパネルにループなどアスレチックなアクションが自ル由ープに楽もあしるめんまだ。す。まあ、ループ複ないと数のね、ルーそトれがはね。存在する従来のソニックのステージをそのままノンリニアなオープンゾーンに落とし込んでいるわけです。しかし、こうした要素は環境の一部としてデザインされていないことが多く、レールなどのプラットフォームはただそこに浮いているだけです。これ自体は他のソニックゲームにもありますが、ソニックフロンティアの牧歌的な景色とのミスマッチや唐突なポップアップの多さもあって気になりました。もちろん私がプレイしたビルドは最終バージョンではないので、こういった描写の不自然さが改善されることに期待したいです。オープンゾーンは他にも様々な謎解きやチャレンジが点在していて、攻略すると特定のエリアがマップに表示されるようになります。謎解きやチャレンジの多くは非常に分かりやすく、石像を正しい方向に動かしたり、色のついた床へ素早く移動したり、ソニックの新しいアビリティ、再ループでオブジェクトを囲やっんだぱりし再ていきループまなんです。すね。一番楽しかったのは、制限時間内に特定の場所から別の場所へ移動しなければならないレースのようなチャレンジでした。わあ、ソニッ開ク放ら的しいなレベルね。デザインのおかげで、プレイヤーは自分で最も速いルートを考えなければならず、ただまっすぐに走るだけのレースとは違って、ちゃんと攻略の余地が存在していました。いくつか例外もあるとはいえ、ソニックゲームのバトルは往々にしてそれほど奥深いものではなく、ジャンプしたりホーミングアタックをしたりするだけの作品が多い。
しかしソニックフロンティアでは多種多様な敵やミニボスがフィールドを奪還しており、派手な攻撃手段も用意されています。ソニックはトリガーボタンで敵の攻撃を回避したり、左右のトリガーをタイミングよく同時押しすることでパリもできます。パリウォーミングアタックも敵にぶつかった時のインパクトが増しているし、追加のキックやパンチを繰り出せるようになっています。わあ、かっけえですわ、かっけえですわ。大体の敵は倒す方法が複数用意されているのも嬉しいですね。嬉しいですね。例えば甲羅のようなものをつけた敵は甲羅をスピニングブレードのように飛ばしてくるんですが、回避しながらホーミングすることもできますが、タイミングがシビアなので甲羅がソニックに当たるタイミングでパリして突き放したり、敵を再ループで囲むことで甲羅を吹き飛ばすことでより楽に倒せます。うん、そこは私やね。ソニックは敵を倒すことで経験値を獲得して、スキルツリーで新しいスキルの解放に消費できます。短いプレイ時間でもスキルツリーによる成長は楽しく感じられました。ネタバレになるので詳細は省くとして、後半で手に入るスキルは最高にかっこいい感じです。通常の敵以外にもまるでワンダと巨像を想起させるような巨大ボスとの戦闘もプレイできました。例えばアスラという巨大ボスは、まず地面に腕を振り下ろすようにおびき寄せて、そこから腕を伝って頭部の弱点を狙っていきます。ソニックのボスで見たこともないような野心的なデザインでしたが、まだ改善の余地があると感じました。理由もよくわからず、ボスの腕から落っこちてしまったり、上にたどり着いても勢いが足りず頭部に攻撃できないといったことがありました。あ、そうか、そういうためにこの青いのがいる。あらららららら、どこ行くんですか。このポータルギアで従来のソニックゲームにあったようなクリアステージがアンロックされるので、ソニックフロンティアは新しいプレイスタイルと昔ながらのソニックが巧妙にブレンドされたタイトルでもあります。こうしたリニアなステージには複数の目標が課せられ、特定のタイムでクリアしたり、すべてのレッドコインを集めたりすればカオスエメラルドに必要なエメラルドキーをゲットできます。エメラルドキー、これか。でもキーっぽくはねえな。ソニックフロンティアはシリーズの新たな方向性に舵を切ったエキサイティングな作品で、スペシャルステージあるのかな。今回のプレイからすればソニックチームは素晴らしいフォーマットを生み出したと言えると思います。とはいえ冬の発売までに改善しなければならない要素も確実に残っています。まあね、頻繁なポップアップの改善、いくつかのバグの修正、それから巨大ボスとの戦闘のブラッシュアップに期待したい。それでもプレイした4時間はとにかく楽しかったですし、ソニックのユニークなゲームプレイはオープンワールドゲームとして成立するのかという私がずっと気になっていた質問には十分に答えてくれる内容でした。そしてその答えはズバリ、完全に成立するです。もうかもしれない。ソニックフロンティアについてもっと知りたい人は探索動画やバトル動画もぜひ見てください。今月の IGN ファーストではまだまだ本作の情報を提供していきます。本作は2022年冬発売予定です。子宮頸がんは予防する方法があるんです。終わりですね。はい、終わります。多分終わりです。この子提出したところで、だってこれですもんね。終わりましたね。しれっとストーリー明かしてましたね。しれっとストーリー明かしてましたね。いやー、この AI の声、マジで意味に何があったんですか。まずそこが非常に気になるけど、まあこれはね、絶対ネタはいいんだ。あれだ。カースメラさん集めるって、これ終盤にスーパースネーク出てくるのに期待するしかないですわね。ってことはマルチエンディングス、マジか。ところでこれメスった時ってどうなるんですかね。残機性の有無とかない方がありがたい、ない方がありがたいっていうか、あったところでっていう感じもしますけどね。まあ悩むぐらいならね、後々
ねえ、もう本当に自分の頭から考えて発するように人格があるからさ、まあ、ツイッターでフォローイの皆様方の考察とかあっさる他ないのです。まあ、自分の解釈だとそうやって評価していたんだからね。本当に。皆様、本当にありがたい限りですよ。ねえ。いやー、マジで。結局、発売日は分からずじまいですね。ニンテンドーダイレクトで分かるかな？分かるのか。まあ、これから次第ですわね。多分、アイジンファーストの終わりぐらいかなと。まあ、遅くてもそれの終わりぐらいには来る、今月末ぐらいには来るんじゃないかなと思って。というわけで、まあ、これからの情報ですね、今は。ってことで、ご視聴ありがとうございました。